コメント読みのコーナー。パチパチパチ。パチくんの低い声、シエルの高い声が聞きたいです。だって。高い声、いつも高いけどな。皆さん、こんにちは。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 あいや、あいや、あいや、シエルだよ。シエルだよ。皆さん、こんにちは。皆さんどうもパチシューです。チャ。皆さんどうもシエルです。チャ。シエル今日はどこ行くんだっけ。今日はね、行きたいところがある。韓国。いや車で行けないだろ、どう考えたって。無理かな。あ、無理だよ。どうやって海渡るんだ。じゃあ遊園地。いやそんないやいやそうなら行かなくて、降りてもらっていいですけど。行かないのね。行くのどっちだよ。よし、行こう。行くのかよ。気を取り直して。行こう行こう。遊園地。ジェットコースターの、あ、おしっこしたいの？そんなことない。あ、てかガソリンないからガソリン入れようよ。そうだね、ガソリン入れてこう。うん。ガソリン入れないとな。ここに入れとけばいいのかな。何の音？ん？何の音？うわぁ！皆さんどうもシエルです。チャッ。あれ、うん、あ、シエルこの後どこ行くんだっけ。これ韓国。いや韓国は車で行けないだろ。あれ、行けないかな。いや行けないよ。なんだこれ。じゃあしょうがないの。遊園地。じゃあ遊園地行こう。んー、なんだこれ。あ、夢見てたかな。なんか同じ夢。いつ寝たの。いや寝てないんだけど、なんかなんか同じことがまた起こってる気がする。デジャブってやつだよ、それ。デジャブっていうの。ね、行こう。まあ行こうか。あ、ポチくん。何？ガソリンないよ。ガソリン入れないと。いや、嫌だ。あ、どういうこと。いや、この後さ、ガソリンスタンド爆発するんだよ。爆発するの。何言ってんの。いや爆発するんだって。何予知夢でも見た。いや予知夢っていうかもう見たんだって。だからガソリン入れたら爆発したんだって。見ててみない。もうちょっとしたら爆発するから。いいからもうダメだって。行かないで。まあもう分かったよ。しないじゃん。いや爆発するんだって。いいから見ててって。ほら、ほら、あ、なんで、なんで？え、俺夢で見たんだよ。怖い、怖い。夢で見たんだよ、俺。なんでわかったの？いや、俺さっき変な感じだったでしょ、挨拶の時。うん、お腹痛いんでしょ？いやいや、お腹痛いなんて一言も言ってないよ。夢で見たんだよ、俺らあそこで死んじゃったの。怖いこと言わないでよ、変な夢。いや、でもだから助かったじゃん。俺らあそこで今ガソリン入れてたら死んでたよ。確かに。俺の夢がすごいなと思う人はチャンネル登録と動画の高評価お願いします。なんで離れるんだよ。今日はもうちょっと家でゆっくりした方がいいと思うんだよね。そうだね。うん、帰ろう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 。よし、言うた言うた。おいよおい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 、帰ろう帰ろう。めり込んでるよ、車。大丈夫大丈夫。これは夢で見てないけど大丈夫。そう、うん、いやシエル今日はさ、ちょっとあんなことあったしさ、うん、何があるかわかんないから、まあ、何もないと思うけど、うん、止まるよ一応俺。分かったよ、うん、俺が怖いわけじゃないからね。はいはい、分かったよ。あー、シエル夜になったけど、まあ何もないか、さすがにね。何もないよ、うん、無事に生きたね。うん、大丈夫だね。あれ、誰か来たよ。待って。ああ。待て。俺が出る。何？危ない。俺が出る。どうぞ。なんかあるかもしれないから。あ、どなた様で、なんですか。めちゃくちゃ怪しい格好してる。どなた様ですか。何ですか。誰だと思う。誰で、いや、すごい声だな。わかんないです。すげえ声だな。はじめまして。はじめまして。僕の名前は
死神。死神？僕を家に入れた方がいいと思うよ。どうするチエル？あの、すみません、散らかってますけど。入れるの？入れるの？入れていいの？怪しすぎない？もう入ってきてるけど。何をしに来てされたんでございますか？何様ですか？何様ってバカ、死神様だよ。え、神ってことですか？そうだよ、僕は死にの神の、その死に死にの神、死にの神ってなんだよ。で、何しに来たんですか、その死神が。お腹空いたかな。あ、お腹空いた。シレロ、なんかなんかお腹空いたってさ。ちょっと、食べます？ここ、ご飯用意してるけど。あ、いいな、これ。まあ、こっちも。一瞬で食べちゃったけど。あ、問題思い出した。え、問題？お腹空いたから来たんじゃないの？間違った。お腹空いてるがカンちゃんだ。この死神めっちゃバカだよ、シエル。ね。バカだね。今死神乗り移ってたシエル、大丈夫？危ない。死神するとこだった。どういうことだよ。何しに来たので、結局。バカはね、君たちさ、今日死ぬはずだったんだよね。どういうこと？だって生きてるじゃん。君たちは今日、爆発に巻き込まれて死ぬ予定だったんだ。爆発って、あのガソリンスタンドの？そうだよ、死ぬはずだったのに君たちはなぜか生きてる。あれは我々の危機回避能力が爆発的に発揮された奇跡的な瞬間だった。危機回避能力です。危機回避だ。まあ、僕もそんなに滑舌いい方じゃないけどね。一番悪いよ。まあ、とりあえず死ぬ予定だったのに死んでないから、はい、死んでもらいます。いや、そんなの無理だよね、シエル。無理だよ、逃げよう、逃げよう、やめて、早く。車乗って、車乗って。早く。めちゃくちゃ死神だった。早く。出して。よし。待って。危ねえ。君たち、待って。あれ、いない。あれ。あ、いたんだ。シエル、とりあえずちょっと近くの村まで逃げようか。逃げよう。ああ、ここ毎回落ちるね。何やってんの？いや、いいから。来るなよ。一瞬。シエル、飛び降りたら一瞬で降りてね、車。わかった。降りるよ。よし、早く。逃げてる？マグマに。逃げてる。逃げてる。シエル、逃げてきたけど。巻いたんじゃない？巻いたかな。いないね。すっごい遠くの村まで逃げてきちゃった。本当だよ、どこだここ。どこの村だよ。バツくん。何？みんな、あれ？みんな死んでる。大丈夫ですか？大丈夫ですか？おい。わあ、おいしいた。なんでみんな死んでるの？この村のみんなもね、あの爆発で死ぬはずだったんだよ。でも死ななかったかな。え？だってあのガソリンスタンド俺ら二人しかいなかったけど。そうだよ。あれ？間違っちゃったかな。間違って殺しちゃったの？まあいいや、僕死神だから。いや、怖すぎる。シエル、逃げよう。怖い。私たちもきっと間違いだって。早く、逃げて。どこ。この大きい家に逃げよう。とりあえず、扉閉めて。早く。来てる。あっぷねー。ねえ、僕さ、死神。僕、死神だけどさ、すり抜けることおまけじゃないからね。あ、そうなんだ。いや、怖い。開けない。ねえ、クッキー食べる？いやないよ、クッキーなんて。今クッキーモンスターやろうと思っちゃったよ。どんどんバナナ食べる。ダメ。バナナダメ。ちょっとどいて。ね、それ食べない方がいいよ。それ食べない方がいいよ、シェル。シェル、ふざけてたら朝になっちゃったよ。ふざけてたわけじゃないんだけど。ふざけてないよ、一生懸命攻防した。
あ、でもさ、朝になったら死神いなくなったと思うの？夜にしかいないとかじゃないの？あ、そうかもしれない、ね、そうかもよ、ねえ。でもさ、そしたらさ、うん、今のうちにここにさ、うん、いろんな罠を仕掛けてさ、死神を撃退しようよ、多分来るから。そうしよう。どんなのかな、どんなのかな。まずは、うん、ここにこのディスペンサーを使ってね、うん、ディスペンサーを上向きで、上に向けさせるの。そう、セットする。ちょっと家の窓も見やすいように大きく窓変えるね。うん。そしたらあとここ、うん、ここさ、ピンポーンって押すと思うんだよね、バカだから。あの死神、おバカちゃんだった。死神がピンポンって押す？押すよ。ちょっとピンポンって押してみて、シエル。うん。そしたら弓矢が出るから、そこピンポン。ゲットだぜ。で、最悪の場合、家に侵入されたら家ごと爆破しよう。パチ君、もうここで帰ると思うんだけど、この弓矢でね。いや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 、パチ君。何？ここ、人ん家だから。あとさ、シエロン、うん、もう一個、この上、来て。上はもう扉なくしたの。あ、本当だ。でもここ、この扉、これちょっと分からなくなっちゃうから、これつけとくね、この、うん、この下、見て。あ、なに？なんで開いたの？隠し扉、つけといた。すごい。すごいでしょ。うん、でこれすごいね。あれ、なにこれ。これは爆発した時に俺らが中にいないとあいつ来ないでしょ、絶対。そうだね。だから中にいる状態で、うん、トロッコをセットしたらすぐ乗ってね。これもうずっと稼働してるから、こいつ。わかった。こういう感じ。わかった。オッケー、ちょっと試してみて、うん、やってみるね。うん。ほっ、ああ、あ、できないのかよ。なんだこれ。で、ここにね、うん、今からレッドストーンを引っ張ってくるから。うん、なるほど。トロッコで逃げた先で爆破スイッチを押す。そういうこと。シエルン、できたよ、はい、最後こっち来て。え、一応確認確認。もうできたの？うん、あとここで、うん、こうやってビーンって、うん、すごい。最後このスイッチを押して、押したら爆発するから、あの建物。わかった、押していいってこと。今はダメだよ。よし、じゃあ夜になるまで待とう。トロッコ持ってるね、ちゃんと。うん、持ってない。それ手に持ってるの何？トロッコ。トロッコ持ってるやないか。持ってた。シエル、夜になったね。夜になったね、来るかな。いや、来るでしょ、多分。ストーカー、ほら、来た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 。マジで、本当に来たじゃん。来たよ、あいつ。でも、引っかかるかな。引っかかりそうだな。うん、食らってる食らってる食らってる。あ、食らってる食らってる。よし、よし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 、いいじゃん。痛い。なにこれ、爪楊枝？シエルン結構効いてるよ。よかったよかった、やったー。でもまだ倒れてない。まだ倒れてないね。あ、どうも、こんばんは、死神だよ。今俺らこの家の中にいるからね。あ、わかった。じゃあピンポン押すね。うん、押して。爪楊枝かと思った。全然効いてないってことか、これ。もう一回ピンポンって押してみてよ。いや、もう騙されない。シエル、やばい、もう騙されないって言ってる。そろそろ入ってきちゃうんじゃないかな。そうだね。どうするの。いや、逃げよう逃げよう逃げようか。もうこの作戦で行くしかない。もう入ってっちゃうもんね。トロッコ持ってる？シエル、あ、持ってるよ。よし、トロッコで乗って逃げて。逃げた。よしよし、降りて降りて。お邪魔しまーす。よし、いいよ、シエル、スイッチ押して。いい、押すよ。うん、いいよ。せーの。どっちだっけ。右クリック。せーの、はい。どう、爆発した。よーし、倒した倒した。シエル、倒したんじゃない？倒したみたいだね。よかった。よかった。落ちてきたけど。ねえ、倒せなかった。え、ねえ、痛い。いや、だって倒そうと思ったんだもん。死ぬかと思ったん。死ななかったの？だって僕、死神だからもう死ぬとかないよ。うわ、倒せなかった。どうしよう、ジエル。あ、どうしよう。でも、ごめんね、ね、
死ぬ予定じゃなかった人を間違えて昨日いっぱいやっちゃったからね。そうだね。あれ多分違ったよね。だってあれいなかったもんね、ガソリンスタンドにね。あの、そしたらね、うん、上司に呼ばれてね。今から行かなきゃいけないんだ。ああ、そうなんだ。あの、どっか行かないといけないの。呼ばれてんでしょ。呼ばれてる。あ、急いで行った方がいいんじゃない。だからあの、ごめんね。またいつかの機会に魂はもらいに来るんだよ。あ、いいよ、来なくて。もうそのまま。あ、呼んでるよ。ほら、携帯鳴ってるって、携帯鳴ってる。助かったね、シエル。なんかやっぱり憎めないな。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。